1995年5月5日 FMW で一つの時代が幕を下ろした。そんな状況の中で女子は工藤めぐみ、コンバット豊田とシャーク土屋が中心となって新たなる戦いの歴史を繰り広げていくことになった。勝つためにはどんな手段も選ばないマッドドッグミリタリーズは大仁田氏の代名詞だった有刺鉄線を持ち出した。これに対し FMW の魂を教え込もうとする工藤豊田との間に抗争が勃発。ここから女子によるストーリーオブザ F が始まった。1995年5月17日、新生 FMW はマッド界という名の大海原に船出した。そんな中にこれからの航海の鍵を握る女子選手の姿も見受けられた。新生 FMW 女子の構図はそれまでの正規軍対マッドドッグミリタリーズという構想がそのまま引き続いた形でスタートを切った。ここで新生 FMW 女子の主な選手をご紹介しよう。まずは正規軍から。テレビ番組の公開オーディションでプロレス入りした変わり種、恵まれた体格が将来性を感じさす神林亜希。元全日本女子の星野美代子を母に持つサラブレッド、中山香織。しなやかなバネのある動きと負けん気が頼もしい石倉ゆかり。小さな体からエネルギーをブレイク、ボンバーガール鍋野幸恵。FMW 女子一番の巨体を誇り、そのパワーは女子プロレス界でも指折りの存在、正規軍の大砲コンバット豊田。そして臨機応変な華麗なテクニックと過激なファイトと裏腹なルックスが魅力、正規軍のエース工藤めぐみ。対するマッドドッグミリタリーズのメンバーは、1995年7月から本格的にヒールに転向、ファンの憎悪を煽りまくる佐藤美和。長い間の首の負傷から1996年3月に復帰、ナチュラルパワーは健在なクラッシャー前止まり。狂気攻撃の裏に多彩な技術が隠された異色の技能派、バッドナース中村。そしてこのマッドドッグミリタリーズを操る世界一悪い女、シャーク土屋。新生 FMW 旗揚げから約1ヶ月、正規軍とマッドドッグミリタリーズの抗争がこの日新たな展開に突入した。
屋たちの狂気攻撃に苦い黒星を喫した工藤と豊田。試合後豊田は工藤に訴えかけた。工藤、このままでいいわけないよな。このままじゃ終わっちまうぞ。お前が一戦戦やるって言ったら私はやる。女子のリングに禁断の有刺鉄線を持ち込むマッドドッグミリタリーズに対して怒りを募らせていた工藤は、果たして自分までもが同じ土俵に立っていいものなのか悩んでいた。試合後、度重なる有刺鉄線を使った攻撃についに工藤の怒りが爆発した。ついに有刺鉄線デスマッチを決意した工藤だが、今度は土屋がそれを拒否。あまりにも人をバカにした態度を取り続ける土屋への思いが工藤をペイント姿に変身させた。この日工藤は普段とは違ったトリッキーな動きで土屋を圧倒。九度目と呼ばれるアイドルレスラーと別の顔を見せつけた。そしてついに初めて有刺鉄線市内を手にし、マッドドッグミリタリーズを蹴散らした。これに対して土屋は、
正式に有刺鉄線デスマッチを要求。ここに世界初の女子有刺鉄線デスマッチが札幌で行われることが決定した。8月に入ると新たな刺客が FMW 女子にやってきた。長与千種率いるガイアジャパンである。若手の交流戦から始まったこの戦いはマッドドッグミリタリーズが絡み出し思わぬ方向に進んでいった。自分のリングでバッドナースを撃破した長与は返す刀で FMW マット初登場を果たした。試合はマッドドッグミリタリーズの狂気攻撃に手を焼きながらも最後は長与得意のランニングスリーが炸裂、 FMW マット初白星を飾った。そして試合後工藤に対して FMW の方向性を問いただした。長与との約束を胸にいよいよ目前に迫った有刺鉄線デスマッチの前哨戦となったこの大阪大会で工藤豊田はマッドドッグミリタリーズとぶつかった。自分の得意技タイガードライバーで土屋にまさかのピンフォール負けを喫してしまう。そして迎えた運命の札幌決戦。この後に起こる惨劇を暗示するかのごとく空を雲が覆い隠した。とりあえず目の前に土屋中村里っていう敵はいるんですけども、今はそういう小さいことじゃなくてうちの女子の本当の底力っていうかそういうのを見せつけるために一生懸命もう本当に自分の持ってる力を出して勝ちたいと思います。あまりねセク発とか初めてってあんまそういうのに意識しないでね、もうそこに有刺鉄線があるからやるっていう気持ちでもうあいつらをぶっ潰すだけですね。いややるだけですよ、別に怖いもんとかないし。この前の8月31日大阪で向こうが4人こっちが3人その試合でこっちは勝ってるんだから、今日はこっち3人向こう2人有刺鉄線はこっちの方がうまく使えると思うんで負けるわけがないですよ。ハンディキャップマッチとして行われたこの試合、5人の女子レスラーが禁断の地に初めて足を踏み入れた。
苦しい戦いの中土屋を倒した工藤は約束通りに観戦に来た長代に思いの丈をマイクにぶつけた。試合後、工藤が土屋に手を差し伸べたことが後々大きな事件につながっていった。何なんだよあのふざけた態度は。お前が FMW のトップ取るって言ったから組んでやったのに何なんだよあれは。これからは自分と中村でやっていくから、自分らは自分らでやっていく。やるときは好きにやればね。自分は自分で好きにやるから。別に自分はあいつらについてこなんて一言も言ってないし、自分は自分のやりたいようにやる。あいつらの殺意を受けない。9月24日、竹芝で行われた試合で信じられない光景がファンの目に飛び込んできた。工藤と土屋がタッグを結成、同じ花道から入場してきた。試合後、土屋は自分が改心したことをアピール。しかし、豊田だけは堅くなにこれを否定した。今日の試合、土屋の戦い方を見て、私は十分答えを出してきたんじゃないのかなとは私は思います。中途半端でいけないんですよ。女子は新しくしていかなきゃ。工藤土屋組は佐渡中村のマッドドッグミリタリーズと対戦した。
試合中、工藤のピンチをカットプレーで助けるなど、なかなか息の合ったところを見せていた土屋だったが、疑惑のタッグ結成の答えがこの一発で証明された。やはり土屋の会心は偽りだった。突然1対3の状況にされた工藤は袋叩きの状態にされてしまう。試合後、このダブルクロスを上回る衝撃のシーンが訪れる。予想されたとはいえ、土屋の裏切りを目の前にして呆然とする豊田。工藤の甘さと土屋を抑えきれなかった自分に対する怒りが爆発した。この日から豊田は工藤とのタッグを拒否、一人で戦うことを決意する。工藤が甘いんだよ。この世の中こんなに甘くないってことを工藤が教えたの。今火使ったけど、もう火なんてなくたって勝てるから。あのもしなくたって勝てる。ただあれは工藤の見せつけのためにやっただけだから。世の中そんなに甘くないってこと。そんな有刺鉄線で自分が変わったっていう、そんな自分の性格なんてそれだけで変われるもんじゃないです。もともとこういう性格なんだからひねくれてるなっていう、それを信じた工藤が甘い。まあ病院でよく考えることだな。たやすく人を信じちゃいけないということを教えてやっただけ。あんなアマちゃんには無理だね。 FMW のリングを仕切るのは。10月シリーズパワースプラッシュ95で豊田は一人でマッドドッグミリタリーズに立ち向かっていった。ペコシェイ女子ハンディキャップマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー130分の佐藤ミーラ
Ah,
Yeah.
呼び捨てはないだろうが。行かなきゃってはっきり言って3対1でね、やるっていうのは無理なのは分かってて、でもまあ自分の意地みたいなもんだったから、でももっと持っていけないとってね思ってて、そこら辺が情けないっていうかね。今度の FMW 開幕11月11日土屋と一騎打ちさせてもらいます。向こうが何と言おうがやらさせてもらいます。一人でできないから組んだって思われたくはないけどね、長代さんの思うところもあるだろうし、こんな試合するよりか面白いかなって、そこら辺かな。あとは自分は工藤とはね、工藤の気持ちも分かるけども、組んでやりたいっていう気持ちもないわけじゃないけども、今ここでね組んだってまた元に戻るだけだし、じゃあ相手工藤に見せしめって言ったら言葉悪いかもしれないけど、長谷さんと組まさせてもらいますよ。なんか一人立ち込みに向かってくるのって早いね。なんだ無理に決まってんだろ。まあ明日長谷に命令したけど、長谷は来ても同じだろうけどな。いや昨日言われたばっかりですからね、今日28日の後楽園ですか、10月の。それ本当たまたま見に行ってただけですから、チケットを9000円払って。だからね、びっくりしましたけどね。だから調整云々っていうのはなかったですね。もうただまさかね、まあ1対3でね彼女がああいう負け方しましたけど、まだ納得しないですね。あれだけ出してね負けるということに関しては自分も納得してないし、逆にそれを打って出てみようかっていうところありましたね。ただ自分に矛先が来るとは思ってなかったし、自分にがまさか上がるとも思ってなかったんで、ただ一つだけ言いたいのは、まあ彼女はね FMW の対象格であり、自分はガイアジャパンというところの対象格であり、いずれはねやりたいという意思がありますんで、その仲良し小吉の状況で
サポートに入ったなんてのは関係ないですね。自分もやっぱり土屋にはね、やっぱり恨みがありますから、コンバットに取られるよりは自分が取りたいなという意思はありますね。はい、だ昨日の1対3っていうのも、まあ、自分の意地みたいなもんだったから、うん、あとはどこまで持っていけるかっていうところでね、うん、自分では納得してない部分の方が大きいんだけど、まあ、長代さんと組むってことで、うん、自分は今工藤とは組めないから、自分の中でだから長代さんの思うところもあると思うし、だからそこら辺、うん、土屋たちにどこまでぶつけられるかね、分かんないけど、うん、やるしかないって感じかな。あんま舐めてたらね、やられちゃうよってことだよね。付き合って暴れてるみたいだけど、やっぱ舐めたら舐め返すよっていうところだよね。うん、覚悟しといた方がいいね。そうだね。だからもう昨日もやられてるし、もうやるしかないって、うん、だからぶっ潰してやりますよ。Thank you.
11月3日、名言とお前プレゼントしたら来いや。再生勝負だ。お前らどうすんだよ。
く言うんかよ。お尻ペンペンかよ。ずっとじゃねえかよ。コメントお前来いや。あいつらの叩き潰されるとこ見に来いや。絶対潰すぞ。こんなんで納得するわけねえやないかね。あほが。どうも格上の土屋さんありがとうございました。首洗って強く待っとけよ。珍しく約束通りに土屋はガイアジャパンのリングに現れた。普通他団体のリング上では多少の戸惑いを感じるものだが、土屋にとってガイアのリングも FMW のリングも関係ないような悪行三昧を働き、敵地で長屋を粉砕した。
豊田を撃破してさらに勢いに乗る土屋は11月20日博多で工藤が持つ WWA 世界女子インディペンデントワールド世界女子選手権に挑戦。有刺鉄線市内に続く新兵器鎖鎌を投入、まんまと工藤を血だるまにしてタイトルを強奪してしまった。そして12月シリーズイヤーエンドセンセーション95の開幕戦にはチャンピオンとして登場。前の月に同じ場所で破った豊田の挑戦を受けた。この日は引退を口にした豊田のもとに意外な客が訪れた。Yeah!
食うの洗ってこいよ。クノ、あとはお前だ。私はフロートを決着がついた相手です。あなた、愛想、俺と来い。アジャ・バイソンはそもそも全日本女子プロレス昭和61年入門の同期生である。その後お互い別のリングでバラバラに活躍していた仲間たちが久しぶりに FMW マットに集結した。久々に会った仲間たちとの同窓会を楽しんだ工藤。しかしそんな楽しい思いの裏に土屋たちの行為が影を落としていた。12月19日名古屋市体育館で行われた試合で土屋たちは若手の神林を拉致監禁、血だるまにした上失踪してしまった。これを聞いた工藤は激怒、土屋への制裁を決意する。来るところまで来た感が強い工藤と土屋の戦いはついにノーロープ有刺鉄線デスマッチへとエスカレートしていった。大和なでしこ2のメインとして行われた試合は壮絶さを極めたが、最後は工藤が耐えに耐えた上で土屋を下し FMW の魂を見せつけた。
連絡して。
Thank you.
豊田は引退を前に61年組同期生を戦いのターゲットに据えた。95年末大和なでしこ2で行われた薫とのシングルマッチもその一環である。そしてこの千葉公園体育館には豊田の前に61年組切手の大物が立ちふさがった。
この日工藤は長代との FMW ガイアジャパンの頂上対決に挑んでいった。Woo!
戦を終え、笑顔で控室に向かった長代に突然何者かが襲いかかった。マッチに敗れ、一度は姿をくらましたはずの土屋が再び公の場に現れた。
長与に迫られ椅子で佐都の足をへし折った土屋、何事もなかったかのようにマイクを握った。これでどうだ。さ、気持ち使ってさ、体使ってさ、どうにかしてその猛毒体っていうのをもうちょっとまっすぐな状況っていうのに曲がりくねってなくてさ、レスリングをやるという何においてのまっすぐした道に変えてやろうと、あとは FMW っていうのはそういうんじゃないんだと、心とさ体使ってやっててもさ、まだまだダメなんだよね結局。でほら土屋が試合出てないからさ、少しは変わってきたのかなとは思ってたけどさ、試合はリング降りたら試合終わりじゃないんでね、控え室にしっかりと入ってくるまでが試合だと思ってる。その通路の中でさ、こすっからいことやるやつは絶対許さないよね。その状況をさ、隙をさ与えちゃいけないよ今は。だから自分が潰す、それは工藤にも言いたい、これは工藤への思いだよ。届くか届かないか分かんない、あいつはあいつなりに考えてることだと思う。ただ工藤への思いは、だからもっと命かけてやろうやって、どうにかしてみようやって、ドクト取り除いてやろうやって、それができなきゃ他団体の人間かもしれない、ただ自分からしてみれば敵だよね。私が潰す、それはこのまんまだったら工藤お前も潰すぞ。2月シリーズに入り、土屋の悪行はとどまるところを知らなかった。熊本大会にはミスターポーゴ張りのペイントで出場、若手の中山をなぶり殺した。
豊田は引退前に後輩に FMW 魂を伝授しようと若手との試合も積極的に行った。
Thank you.
私は大手を買わせて工藤と窮地をして引退させてもらいます。その前にあいつらをぶつしてからみんなでぶつぶつ。トヨタは3月シリーズ最終戦のこの日、 JD のエース61年組同期のバイソン木村とシングルマッチで対戦した。試合後、豊田の口から思わぬ言葉が口をついた。6年間共に FMW を背負ってきた盟友の涙の土下座に工藤の目も潤んだ。とうとう工藤に電流爆破を決意させた豊田。レスラー人生の最後を飾る川崎球場の風景が今やっと見えてきた。